それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。まず最初に一番嬉しいことが、今日初めて今年なんですけど、今年初めてハッピーポイントをお話しすることができます。一番嬉しいことなんですが、もう一つ嬉しいことがあるんですが、今日バラ組さんにお部屋入ったんですが、お制作もちょ最初はハサミとかちょっとこうブキッチョっていうか、ちょっとあんまり上手にハサミ使えなかったんですが、だんだんこうもう自分でも持ち方とか手の持ち方もできるようになって、こうチョキ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 一生懸命やってる姿を見れて、とても可愛いなと思いました。また今日バスが終わって帰ってきたら、名称さんに戻りましたって言ったら、先生お外行きたいって、子供たちからもうすぐお外行きたいって言われて、やっぱりペンギンさんでも外で遊びに行くのがとても楽しみなんだなっていうことが改めて感じることができました。また作品展はまだまだお時間があるんですが、各クラスどんな作品ができるかとても楽しみな一日になりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。